ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さーて、今回はどんな内容について紹介してくれるのかしら？どうしようか、私は何でも知っているから、霊夢の要望に応えることができるぜ。さすが魔理沙ね。じゃあ今回はなんか事故のことについて紹介してもらおうかしら。事故といってもいろんな事故があるからな。ああ、だったら放送事故についての話なんかはどうだ？放送事故ね、面白そうだわ、聞かせてもらおうじゃないの。じゃあ今回は怖すぎる放送事故に重点を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一つ目の放送事故は、ほの暗い水の底からの CM だぜ。なんかそのタイトル聞いたことあるのよね、確か映画の作品名だったっけ？その通りだぜ、ほの暗い水の底からは日本のホラー作品の巨匠である鈴木浩二さんの作品だ。この映画の公開にあたって、テレビやラジオで CM が流れ始めたんだが、その CM が放送事故だったみたいだな。なるほど、ちなみに、放送事故となってしまったのはテレビかラジオ、どっちなの？テレビの CM に関してもかなり恐ろしい内容で放送されていたみたいなんだが、問題となったのはラジオの CM だぜ。そのラジオの CM の中で、不可解な文言が、そしてナレーターや BGM のものとは思えない声で紛れ込んでいたんだよ。じゃあ一体誰が喋っていたのよ、で、なんて喋っていたの？不可解というのはタイトルを発表するときだ。通常ならほの暗い水の底からというタイトルなんだが、聞こえてくるのはほの暗い水の、底からって聞こえるみたいだな。マジ、完全に紛れ込んでしまっているわね。たまたま CM を夜中に聞いていたら、心臓バクバクで寝れなくなってしまうわよ。誰かが映画を公開するのを阻止しようとしていたのかもしれないぜ。変な憶測を立てるのはやめましょ。はい、次行くわよ。二つ目の放送事故はユーチェルの後ろに、だぜ。ユーチェルの後ろに、個性的なタレントとして有名なユーチェルさんのことかしら。もちろんそうだぜ。写真が上がったのは2016年11月16日のことだ。ユーチェルさん本人が投稿した写真に、霊が写っているのでは、という声が拡散されたらしいぞ。自身が投稿した写真に幽霊が紛れ込んでしまったの、どんな写真かしら。投稿は森の中で気取ってみたよんという内容で、写真は森の中でポーズをしたユーチェルさん単体の写真だ。で、肝心な幽霊だが、ユーチェルさんの右後方の木の間、その隙間からとんでもない顔をした女性、らしき人物が映り込んでいるんだよ。ひぃ。この写真に、大勢のファンがコメントを寄せたそうだ。後ろに何かいますよ、とか後ろ、ってな。そりゃあ衝撃だからコメントしたくなるけど、一番怖いのはユーチェルさんよね。あの時かすかに後ろから声が聞こえたような、なんて思っていたらどうしましょう。ありえるかもしれないぜ、心霊写真に関しては後々気づくものだから、逆に怖いよな。しかもインターネット番組で霊が3体いることが判明したらしいし。1体しかわからなかったわ。三つ目の放送事故は阪神淡路大震災直後の生放送だぜ。大きな地震だったわよね。しかも生放送の場合は修正かけることもできないし、相当パニックになりそうよ。阪神淡路大震災は1995年1月17日に発生した地震だな。当時テレビなどが十分普及していたため、生々しい被害状況などが連日放送され続けたみたいだぞ。アナウンサーも必死よね。自分の身を削ってまで安全を呼びかけてくれたアナウンサーには感謝しかないわよ。だな、ちなみに関西地方のテレビ局である、ABC テレビおはよう天気ですが放送されていたそうだ。その際、地震によって混乱、パニックに陥るテレビ局の様子がそのまま放送されてしまったらしいぜ。その時の担当だった鳥木千鶴さんが、何度も視聴者やカメラマンなどに向かって、安全なところに避難してください、と呼びかけていたみたいだぜ。放送されているということは、アナウンサーの冷静さが相当大事な気がする。もしアナウンサーまで混乱していたらこっちまでパニックになるもん。でも自分のことより周囲を心配した鳥木千鶴さんは素晴らしいわね。四つ目の放送事故はサイレンの CM だぜ。ちなみにサイレンとはソニー社からリリースされたゲーム機のことだな。なるほど、じゃあそのゲーム機の CM が放送事故になってしまったの？その通りだぜ、プレイステーション2専用ソフトとして発売されたホラーゲームなんだが、その CM が怖すぎるんだよ。クレームも相当殺到したみたいだぜ。ホラーゲームだから、ある程度は不気味感を出すでしょうけど、さすがに放送事故までになってしまうのはやりすぎよね。でもそうなってしまった理由とかはあるのかしら。作品に沿って気合を入れたホラーテイストの CM になりすぎたって話だな。結果的に CM が打ち切りになってしまったんだ。そうして、打ち切りになってしまったがゆえに、逆に注目を集めて大ヒットを記録したらしいぜ。炎上商法みたいな感じね。まあ、でも怖すぎるのはホラー映画と間違えてしまう可能性もあるわ。ゲームの内容に関してもかなり怖いらしく、攻略するのが難しいみたいだな。気になったらぜひやってみてくれ。内容が怖いなら私にはできません。
たまごっちの方が向いてるわよ。5つ目の放送事故は東日本大震災発生時の不適切な放送事故だぜ。やっぱり地震の時の放送はこの紹介には入ってくるわよね。でも不適切ってとこが引っかかるわ。最近のことだから霊夢もよく覚えているだろうが、東日本大震災は2011年3月11日に起こった地震だ。そこから熱心なボランティア活動の放送や、被災地を映した中継、協力し合うような姿がクローズアップされていたな。しっかり覚えているわよ。小学校を卒業する人なんかはランドセルを送っていたわよね。そうだったな。こうした大きな地震があって、被害も多ければ注目を集めるのは当たり前だ。ただ、そんな中でも他の事件もいつもと同じように発生していたってことは理解できるだろ？もちろんよ。この地震があったからって、他の事件がなくなるわけないもん。ただ、注目されてなかっただけよね。ああ、そんな中地震によって混乱していた新宿駅の様子を中継していた時のことだ。その中継に入り込んだ若者たちが鼻に指を詰めたり、カメラに向かって手を振ったり、とにかく不謹慎な態度を取ったってわけだ。中にはアナウンサーの中でも不適切な発言をしている人がいたみたいだな。状況を理解していなかったとは思えないわよ。高校生だかなんだが知らないけど、あまりにもおバカすぎるわね。アナウンサーに関しても、いくらパニックとはいえ、大勢に見られている立場なら言葉を選んだ方がいいと思うわ。どんなところで目立っているんだよって話だよな。正直この中継を見て悲しんだ人もいると思うぜ。いい大人になっていてほしいわね。6つ目の放送事故はジュオン、ザ・ファイナルの CM だぜ。いやー、ジュオンって相当怖いホラー映画って聞いたわよ。友達に一緒に見よって言われて何度断ったことか。霊夢は怖がりだな。この映画は和風ホラー映画として注目を集めた。ジュオンというホラー映画のシリーズ最終作だぜ。ちなみにシリーズ化されていたジュオンの中でも、最終作であるファイナルはいろんな評価がされていたらしいぞ。賛否両論あったってこと？まあ人気だからこそいろんな意見が飛び交うことは当たり前だけど。ホラー映画ではなくコメディだ、なんて声が上がっていたな。で、肝心な放送事故の話だが、宣伝のために流していた CM がかなり怖すぎたんだよ。あまりにもクレームが多すぎるから、途中から別のものに差し替えられたらしいぞ。最終作なだけに相当気合入っているからね、夜なんかに流れたらおしまいよ。7つ目に紹介する放送事故は坂井紀子さんと前夫との写真だぜ。確か坂井紀子さんって有名なタレントさんで、違法な薬で逮捕されている人よね。その通りだぜ。ちなみにこの人の前夫である高層雄一さんと共に逮捕されたみたいだな。で、肝心な放送事故の話だが。あーこれなら私わかるわよ。その二人のツーショット写真の後ろに、違法な薬とか違法な植物が写ってしまったんじゃないの？いい線をついているがちょっと違うな。写ってしまっていたのは違法な薬ではなく、子供の写真だぜ。子供らしき姿が心霊写真だと恐れられて、異なる面でも注目を集めたみたいだな。想像していたこととは違ったわ。まさか心霊写真だったなんて。八つ目の放送事故はミヤネ屋だぜ。霊夢はミヤネ屋を知っているか？さすがに知っているわよ。フリーアナウンサーの宮根誠司さんが司会を務めている日本テレビの情報番組でしょ？おう、そこまで詳しく知っているのはびっくりしたぜ。で、この番組の生放送中のことだ。野々村議員についての騒動を特集していた際、画面の下に若い女性の顔が映り込んでしまったんだよ。この件はすぐに心霊現象だと話題になったみたいだぜ。まさか宮根屋でもこういった心霊現象があったなんてね。でもこういう放送事故に映り込む人物って、スタッフだと勘違いしそうだけど。おお、霊夢、まさにそれなんだよ。心霊現象だと疑われたんだが、本当は心霊現象でもなんでもなく、スタッフだったみたいだぜ。なんだよ、びっくりしたじゃない。たまに放送に間に合わずにスタッフが映り込んでしまうってことあるもんね。まあでも心霊現象じゃなくてほっとしたわ。9つ目の放送事故は探偵ナイトスクープだぜ。うわ懐かしいわね。私も探偵ナイトスクープ見てたよ。探偵ナイトスクープは大阪府のテレビ局、先ほども紹介した ABC テレビが制作している番組だな。この番組にも放送事故があったのは知らなかったわ。どんなことが起こってしまったのかしら？見ていたならわかると思うが、この番組には依頼者によって放送事故のような内容を放送することもあったんだ。そういったジャンルを放送している時のこと、幽霊の手が映ってしまったんだよ。ひぃ、これはスタッフの手ではないのかしら？それについては番組側からの情報がないから、もしかしたら本当に幽霊の手なのかもな。聞かなきゃよかったわ。10個目の放送事故は白い春だぜ。白い春は阿部寛さんが主演をしていたドラマなんだが、霊夢は知っているか？すみませんが、存じ上げないです。このドラマは親子愛をテーマに制作された感動的なドラマだぞ。機会があれば見てみるといいぜ。わかったけど、このドラマも放送事故があったってわけでしょ。また心霊現象みたいなものなら怖くて見れないわよ。
残念ながらそっち系だな。ドラマの最終回のワンシーンのことだ。吉高由里子さんと遠藤優也さんの背後には白い顔が映り込んでいるんだよ。真っ白い顔で、マジで本物の幽霊にしか見えないみたいだな。まさに白い春ね。あ。11個目の放送事故は AC 公共広告機構消える砂の像だぜ。AC って東日本大震災の後にずっと流れていた CM よね。まだ覚えているわ。そうだったな。ちなみにこの AC の CM は不気味な CM も多く存在するんだ。その中でも特に不気味と話題になったものが消える砂の像というものだぜ。消える砂の像、私は見たことないんだけど、どういった CM なのかしら。砂で作った親子像が、波に現れ崩れゆく様を延々と映す CM だぜ。砂の像が炭化した人間にも見えてが敵に怖いってのもあるんだが、特に私が不気味だと思ったのが、あの音楽だな。検索してはいけない言葉としても書かれているみたいだから。気になった人は自己責任で調べてみてくれ。一度聞いてしまうと当分は頭の中から離れないってやつか。そうならないためにも検索はしないでおくよ。12個目の放送事故は田舎に泊まろう、だぜ。2003年から2010年まで放送されたテレビ東京の番組だな。なんか聞いたことある番組だけど、見たことは一度もないわ。どんな番組なの？芸能人が様々な地域の田舎を訪れて、その中の一般家庭に宿泊するという内容だぜ。で、放送事故になった回に関しては、有名タレントである恵比寿義和さんが出演した回だ。廊下から覗いている子供のような顔が映ってしまったみたいだな。マジか、顔半分しか映っていないってのが不気味だし。首は見えてないから人間ではなさそうね。じゃあ人形かしら、それとも幽霊。どうだろうな。13個目は演説中の蓮舫議員だぜ。ああ、いろんな意味で注目を集めている立憲民主党の議員よね。何度かニュースで見たことあるわよ。ああ、そしてこの放送事故なんだが、蓮舫さんが外で演説をしている最中のことだ。蓮舫さんが持っていたマイクに、誰の手かわからない、三つ目の手が映り込んでいるんだよ。これはリアルすぎるわ、誰か後ろにいたんじゃないの。そうだと信じたいんだが、誰か後ろにいる感じでもないんだよな。ここまでリアルだとさすがに鳥肌もんだぜ。お願いだから人間の手でありますように。何を祈っているんだよ。14個目の放送事故は思いっきりドンだぜ。中山秀幸さんが MC を務める日本テレビの朝の情報番組のことだ。ニュースとか情報番組の放送事故なら、またどうせスタッフが映り込んでしまったとかじゃないの？いや、これに関しては人が関わるものではないぜ。というのも、とある日の放送終了時の際だ。番組を締めくくる際に突然画面が停止してしまうらしいぞ。しかも一部の出演者に関しては小刻みに震えている不具合が起こったんだよ。一部ってのがまた不気味ね。誰かが放送を邪魔したのかしら。機材のトラブルって信じたいけど。15個目の放送事故は AKB48、10年桜だぜ。ああ、有名な曲じゃない。あ、でも本格的にブレイクする前の楽曲だったかしら。確か、当時人気ナンバーワンだった前田敦子さんと、まだ加入したばかりの松井樹里奈さんがセンターを務めていた気が。おお、よく知っているな、その通りだぜ。そして、問題なのがこの10年桜のミュージックビデオの途中で、白い着物を着た女性が映り込んでしまっているんだよ。何度かこのミュージックビデオを見たことあるけど、気がつかなかったわよ。しかもこの楽曲、実は亡くなった後の世界を表しているとも噂されているんだよ。隠されたメッセージみたいなのもあるみたいだから。気になったら聞き返してみるのもありだぜ。まさかそんな噂がされていたなんて、ファンとして不甲斐ないわ。ファンだったのか？はい、次行きましょう。16個目はミュージックステーションだぜ。M ステねえ、放送事故かはわからないけど、いろんな都市伝説があるのは知っているわよ。ああ、その中でも今回は嵐のプレミアムライブ時の放送事故を紹介するぜ。ライブ中、熱唱している二宮和也さんの背後に鮮明に映る女性の姿が映り込んでいるんだよ。それも昭和を感じさせる古風な服装で、両手を上げている子供までも映り込んでいるのが不気味だよな。これに関しては幽霊と幽霊の影が一致しないことも恐ろしいわ。さすがにスタッフではないよね。スタッフだとしてもかなり放送事故だぜ。全くめでたいニュースが最近放送されたばかりなのに、嵐のメンバーと結婚できる世界線はどこなのよ。考えても無駄だと思うぜ。17個目に紹介する放送事故は AC 公共広告機構黒家だぜ。また AC か、今回は何よ。この CM に関してもいろんな解釈があるみたいだな。単純に子供が真っ黒い絵を描いていることに不気味さを感じるものとして、放送は中止となったそうだ。でも AC の方たちが不気味さとか、怖さを伝えたくて放送してものではないでしょ。難しい内容だけど、どういったことを伝えたかったのかしら。子供が想像で作ったものに対して、大人が勝手に作り変えている。CM 中に流れる子供から想像力を奪わないでくださいというテロップから見ても、怖
これは大人に向けたメッセージだな。内容に関しては不気味さがゆえにクレームが殺到して放送中止となったんだが、いろいろ考えさせられる CM だったみたいだぜ。ちょっとこれに関しては後で見てみることにするわ。18個目に紹介する放送事故は思いっきりテレビだぜ。日本テレビ系列で長期間放送されていた情報番組のことだ。これまた情報番組なのね。先に聞いておくけどスタッフさんが映り込んでしまったわけではないのよね。これは違うと思うぞ。その日の放送は美空ひばりさんが映し出される場面があったそうだ。その瞬間なんだが、背後に女性らしき顔が映り込んでいたんだよ。これはスタッフさんではないのがわかるわ。一体誰の顔なんだろう。放送された当時はすでに美空ひばりさんも亡くなられていたということで、心霊現象なのではないかと話題になったんだ。もしかすると、美空ひばりさんととても仲の良かった人物なのか。それとも、美空ひばりさんに対して。どっちでもいいわよ。ただただ怖すぎるわ。19個目の放送事故は中学生日記の一シーンだぜ。1972年から2012年まで NHK で放送されていたテレビドラマで、愛知県名古屋市の学校を舞台に繰り広げられる物語だな。なるほど。で、このドラマの放送中にどんな放送事故が起きてしまったの？まさかこれも心霊系かしら？その通りだぜ。まあ先に伝えておくが、これは放送中に生首が映り込んでしまったんだ。生首？ああ、生首が登場したと思われる問題の映像は、誰にも言えないという回で放送されたそうだ。一見普通の教室の風景に思える映像の中で、後ろの棚に恐ろしい生首が映り込んでいるんだよ。これは、バッグじゃないの？こんなバッグを使っている人がいるなら、逆に恐ろしいけど、どうなんだろうな。誰かの使用していたバッグだと思いたいけど、おそらくこれは心霊現象ね。横たわっている感じがさらに不気味だわ。最後の20個目の放送事故は豊田商事社長、害事件だぜ。これは、流血事件のことかしら、心霊系の放送事故ではなさそうね。その通りだぜ、心霊とはまた別で。この事件の一部始終が放送されたことが衝撃的だったんだよ。犯人逮捕の瞬間を捉えようと多くの報道機関が犯人の自宅前に集い、テレビでも中継されていたそうだ。その際、男性二人がやってきて、窓ガラスを割って侵入したらしいぜ。うわ、すごい瞬間を生中継していたのね。でもどうして放送事故だなんて言われているの？それはな、侵入した二人は刃物を持っていたらしく、出てきた際には洋服に血液が付着していたそうだ。二人の目的は犯人の逮捕なんかではなく、犯人の命を奪うことだったって話だぜ。ええー、じゃあその人の命を奪うために侵入して、ことを得て出てきた一部始終を生中継してしまったということ？ああ、そういうことだぜ。これこそまさに放送事故だな。ということで怖すぎる放送事故20選を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。